あれ、また観念したのね。そこでおとなしく。ダメだ、来るな。いつまでもとぼけるつもりならこのまま貫く。はあ、ダメか。このまま死んだことにしてくれたらこの先助かったんだけどな。総員かかれ。女の子がいるでしょうが。鋼鉄製の槍が。さて、それはどうかな。無駄なあがきを。おっ、逃がそう。ったく、こっちはやりたくないって言ってんのに。それじゃあこれでどうだ。消えた。いや違うっす。おそらく高速で移動してるんす。これが戦撃か。よし、どうやら僕の姿は見えてないみたいだね。では36系逃げるにしかず。くだらん。その程度なら俺にもできるぞ。そんなはずは。ああ、あ、そうか。君さてはカウント900なんかじゃないね。俺の信念の一つでな。悪人はこの手で直接制裁する。机の前でふんぞり返って命令するだけの上層部になど興味はない。だが軍には面倒なルールがあってな。あまりカウントが大きいと昇進を強いられる。だからいつもこうしている。俺が俺の信念を貫くために。12500？ それ本物？これはちょっとまずい。12500か。
またさっきの？いや、さっきのやると遅い。貴様お得意の戦撃とやらは遅すぎる。無効！今のはちょっと僕傷ついちゃったな。それじゃあこれならどうかな。まずい！あれは奴は空を飛べるのか、ただの跳躍か。あ？なるほどな。跳躍するだけか。そうだろう。飛べなければ避けることもできない。俺のカウントは信念を貫いた数。俺の生み出す鉄は信念の形。犯罪者ごときに斬ることなどできはしない。故に悪人どもは俺を恐れてこう呼ぶ。ちょっと鉄の信念、アイアンジェイト。終わりだ。5700程度にしてはよくやった方だがな。謝るな。おいお前、僕はお前の鉄を切れないんじゃない。切りたくなかっただけだ。彼女はこの町を壊したくないと言っていたから。貴様もただの5700ではないということか。だが舐めるな。本気を出していないのはこちらも同じだ。何も分かってない。この町のこともリーンちゃんのことも。なんだと。この町が平和だから彼女はサボっているわけじゃない。この町が平和なのはこの町にいるのが彼女だからだ。リーンちゃん。あ、リーン。
ねえ、リンちゃん。君、重いんだね。はい。重い。重すぎるよ。お願いだから、ダイエットして。ちょ、危ない危ないって。お、ちょうどいいところに。ヘイパス、注意さん、重いよ、気をつけて。ガスか、